コソボ。コソボ共和国。コソボ共和国は、バルカン半島中部の内陸部に位置する国家。北東を、セルビア、南東を、マケドニア共和国、南西を、アルバニア、北西をモンテネグロに囲まれている。面積は1908平方キロメートル。日本の岐阜県に相当。国民の9割以上は、アルバニア人で、他に、 セルビア人などが暮らす。人口は約180万人で、その3分の1は首都プリシティナに集まっていると推定されている。かつてはユーゴスラビアのセルビアに属する自治州の一つで、2008年2月17日にコソボ議会が独立を宣言した。2015年8月中旬の時点で独立を承認しているのは、 国連加盟193カ国のうち日本を含む110カ国と中華民国、台湾及びマルタキシ団。ン。2018年2月時点では、総計116カ国。独立を承認していない国では、セルビア領土の一部、コソボメトヒア自治州とみなされている。コソボという地名は、ブルガリア語で、黒歌ドリを意味する、コス、ブルガリア語、コスに由来している。 アルバニア語ではもしくは、セルビア語のキリル文字表記では、ラテン文字表記ではである。特に、セルビア人の間で、この地域の西部は、メトヒア、セルビア語、と呼ばれており、この地域全体を指す呼称としては、コスボとメトヒア、セルビア語、コスボイメトヒアが使われている。他方、アルバニア人の間では、メトヒアの名前は使われず、この地域全体を指して、コソバと呼ぶ。 2008年2月に独立を宣言した、最の憲法上の国名は、アルバニア語で、セルビア語でである。その他の言語での表記としては、英語では、トルコ語では、ボスニア語ではである。日本語表記は、コソボ共和国、通称コソボである。コソボとも表記する。アルバニア語名に沿った、コソバないし、コソバという表記はあまり使用されていない。セルビアは、コソボを、 自国の一部と規定しており、コソボメトヒア自治州、セルビア語と呼んでいる。コソボの独立を承認していない国々は、コソボを国連の管理下にあるセルビアの一部とて取り扱っている。6から7世紀以前のコソボの歴史は、現在でもあまり明らかではない。6から7世紀以前には、古代トラキア人やイルリア人が住んでいたであろうと言われている。古代トラキア人は、 多くの氏族に分かれており、そのうちのコソボの地域に住んでいた、ある氏族は、と呼ばれた。このため、この地方は当時、と呼ばれていた。東ヨーロッパから侵入した、スラブ人の定住に続いて、6から7世紀以降には、コブルガリアから、ブルガール人、現在のブルガリア人の祖先がやってきて、ダルダニアを征服した。681年に、アスパルフによって建国された。 ブルガール人を主体とする第一次ブルガリア帝国はやがてこの地方をその支配下に置くようになった。ブルガリア帝国ではブルガール人とスラブ人の融合が進み、現在のブルガリア人の祖となった。コスボや隣のマケドニアの地域はブルガリア帝国の重要な一部であった。十二から十三世紀、セルビア人の居住地域は諸公により軍有拡挙される状態が続いていた。 こうした中から台頭したセルビア人の指導者ステファン・ネマニャはコスボを含む現在の南部セルビア地方を中心としてセルビア諸公国を統一しセルビア王国を建国した。これが現代においてもセルビア人がコスボをセルビア建国の地として特別視する理由ある。オスマン帝国がバルカン半島を征服しようとしたとき セルビア人は自分たちの土地を守るために戦い抜き、最終的にコスボの戦いへ至った。コスボの戦いで、セルビア人はオスマン帝国の4万人の兵士と激しく戦い、オスマン帝国の皇帝村と一世を殺すことに成功した。ミコバヤジと一世はコスボの戦いの中で新皇帝となった。最後の戦いが行われた平原には村と一世の墓地が今でも残されている。 セルビア人はコスボの戦いで村と一世を戦死させたが結局オスマン帝国に敗北しセルビアの貴族も指導者のセルビア公ラザル・フレベラノビッチもすべて殺されたそれ以来バルカン半島の国々は皆オスマン帝国に征服され5世紀もの間自分たちの国を持つことができなかったコスボの地で初のセルビア人の統一王国が誕生したことと コソボの戦いでの敗北によってセルビアは最終的にオスマン帝国に平凡されるに至ったことからセルビア人からはコソボは重要な土地とみなされている。コソボの戦いは伝説化され民族的悲劇として後世に語り継がれることとなった。コソボの最も多くの人口をアルバニア人が占めるようになったのは17世紀後半から18世紀前半に かけて、オーストリア皇帝の呼びかけに応じ、ペーチのセルビア聖教宗主教に引きられたセルビ聖教徒がドナウ川対岸へ移住したことが背景にあるとされる。これを受けて、オスマン帝国側はアルバニア人ムスリムをコソボに入植させていった。19世紀に入りアルバニア人の民族意識が高揚してくると、四つの県を一つにまとめた。 1871年から1877年が設置され、すぐに1877年から1913年となった。1878年には、コスボの都市、プリズレンで民族主義者の団体、プリズレン連盟、アルバニア国民連盟が結成され、民族運動が展開された。20世紀初頭のバルカン戦争後、 1912年にアルバニアの独立が宣言されると、その国土にコスボも組み込まれた。しかし、列強が介入した1913年の国境確定でコスボはアルバニア国土から削られ、セルビア王国に組み込まれる。第一次世界大戦中はオーストリア・ハンガリー帝国、ブルガリア王国の占領下にあった。第一次世界大戦後に成立した。 ユーゴスラビア王国は第二次世界大戦では数軸国の侵攻を受けた。コソボにあたる領域はブルガリア王国とアルバニア王国の一部に併合された。戦後、第二のユーゴとなるユーゴスラビア連邦人民共和国が成立するとコソボ一帯はアルバニア人が多数を占めていたことから1946年にセルビア共和国内の自治州 コソボ・メトヒア自治州とされた。これがコソボとセルビアの行政的な境となって今日に至っている。1950年代になるとコソボ独立運動が展開されるようになり、ユーゴ政府は独立運動を抑えつつ、1964年に民族文献化政策によってコソボ・メトヒア自治州をコソボ自治州に改称した。1968年、 自治権拡大を求めるアルバニア人の暴動が発生し、1974年のユーゴスラビア連邦の憲法改正によ、コソボ自治州はコソボ社会主義自治州に改組され自治権も連邦構成共和国並みに拡大された。しかし、アルバニア人はさらなる自治権拡大を目指し、一方でコソボをセルビアの一部とみなすセルビ人の民族主義者は、 自治権拡大に苛立ちを強めた。この双方の利害対立が、地頭大統領の死後大きく表面化することとなる。1981年の3月から4月にかけて、プリシティナのアルバニア人学生が、抗議活動を開始し、6都市で2万人が参加するに膨れ上がったが、ユーゴスラビア政府に厳しく弾圧された。1982年、スイスに在住していたアルバニア人が、 コソボ共和国社会主義運動という左翼的な組織を設立した。彼らの目的はコソボをユーゴスラビアから分離し独立した国を作ることだった。1980年代にこの組織は世界中に分散しているアルバニア人を集め水面下でネットワークを張り巡らし武装勢力を結成している。この組織を大きくするために左翼ばかりでなく イスラーム原理主義やアルバニア国粋主義もイデオロギーとして掲げた。そして彼らは組織の名前をコソボ解放軍、アルバニア5名、英語名、クラと改名した。1989年に東欧革命が起きて、ソビエト連邦を中心とする東欧社会主義ブロックが崩壊するとソ連と一線を隠していたユーゴスラビアでも、 各民族のナショナリズムが高まった。セルビア人の民族主義者で、セルビア大統領のスロボダン・ミロシェビッチは、ユーゴスラビアの各共和国が対等の立場を持つ体制を改め、セルビア人によるヘゲモニーを確立することを目指してた。ミロシェビッチは、セルビア内の自治州であったコソボ、ボイボディナの両社会主義自治州の自治権を大幅に減らし、コソボメトヒア自治州へと解消した。 1995年にセルビアの一部だったコスボの数カ所で警察官やセルビア人が殺される事件が起きた。これがコスボ解放軍による実力行動の始まりだった。1997年から1999年の間にコスボ解放軍のメンバー数は大幅に増加し、ユーゴスラビアの警察官やセルビア人の一般国民を攻撃、殺害したり、 セルビア人女性を交換したりした。また、ドイツの新聞、ベルリネール・ザイトゥング、1999年3月4日付が入手した秘密文書によると、コソボ解放軍が資金を集めるために、アフガニスタン産のヘロインなどの違法麻薬の販売を行ったとれる。コソボ地方の4分の1の地域では、ユーゴスラビア政府が統治できず、コソボ解放軍が完全に支配するようになった。 その結果、コソボのセルビア住民がそれらの地域から逃げ始めた。アルバニア人がコソボに住んでいたセルビア人を殺害したり、強制移送したり、恐怖などを利用して国外脱出を余儀なくさせたりしたことは、ユーゴスラビア紛争で多発した民族浄化の一つとて批判された。コソボ解放軍などによる迫害は、セルビア人以外の少数民族に対しても及び、クロアチア人や、 アッシュカリー、ロマなどが迫害の対象となった。コスボ解放軍による様々な犯罪が最も悪化したのは1998年の夏だった。その時彼らはの街を攻撃しようとした。ユーゴスラビア政府はこの状況にどのように対応すべきかを長く試案していた。このコスボ解放軍の挑発に対し何らかの対策を取るべきだと判断した。 1997年にユーゴスラビア連邦共和国大統領に就任していたスロボダン・ミロシェビッチの政権はアメリカ合衆国や西欧諸国と関係が悪くもしユーゴスラビア政府がコソボ解放軍を攻撃すれば英米などにアルバニア人を迫害していると非難される危険性があったロシェビッチ大統領は英米及びその同盟国との衝突を回避するかそれとも 国民と国土の一体性を守るかというジレンマに陥った。最終的には後者を選択し、ユーゴスラビア軍がコソボ解放軍への攻撃を強化した。コソボの独立を阻止したい、ユーゴスラビア政府、実質的にはセルビア人が主導していたは、クロアチア、ボスニアでの紛争の結果、大量に発生したセルビア人難民の居住地としてコソボを指定し、この結果、 コスボの民族バランスは大きく、セルビア人側が増えることになった。これに対して、コスボのアルバニア人指導者、ビブラヒムル・ゴバの非暴力主義に対し、アルバニア人から会議的な意見が出されるようになった。デートン合意によって、クロアチア、ボスニア紛争が一旦落ち着いた後の90年代後半に、入ると、軍事闘争によるセルビアからの独立を主張する、コスボ解放軍が、 影響力を強めた。一方、隣国のアルバニアは1997年に全国的な規模で拡大したネズミ港が破綻して社会的な混乱に陥っていた。このような情勢でコソボ解放軍は混乱したアルバニアに自由に出入りしセルビア側の追っ手を回避。戻ってくる時にはアルバニア国内で流出した武器アルバニアでリクルートした兵士を伴ってきた。 コスボ解放軍の指導者の一人で、後に首相となったハシムサチは、アルバニア領内で兵員と武器を調達する活動をしていた。翌1998年になると、セルビアとしても、コスボのゲリラ活動に対して対応をせざるを得なくなってきた。セルビアは大規模なゲリラ総統作戦を展開し、セルビア警察特殊部隊によって、 コソボ解放軍幹部が暗殺されるなど、コソボ全土にわたって武力衝突が拡大することになった。これがコソボ紛争の始まりである。戦闘員ではないアルバニア人が攻撃を受け、多くのアルバニア人が隣接するマケドニア共和国やアルバニア、モンテネグロなどに流出し、再びセルビア側の非人道的行為がクローズアップさるようになった。国連や EU は、 セルビアとコスボの間に立って、朝廷活動を行うことになった。1999年3月からは、NATO が国際世論に押されて、セルビアに対する大規模な空爆を実施するにいた。この空爆は、約3ヶ月続き、国際社会からの圧力に対抗しきれなくなった。セルビアは、コスボからの撤退を開始。翌年までに、すべてのユーゴスラビア連邦軍を撤退させた。 これによってコソボはセルビア政府からの実効支配から完全に脱することになった。代わって国連の暫定統治機構である国際連合コソボ暫定行政ミッションユナイテッドナッシュンシンターイムアドミニストレーションミッションインコソボアンミックが置かれ軍事部門としてナト o 主体の国際部隊クファーが駐留を開始した。それ以降主にセルビア系住民が多数を占める 限られた一部の地域と一部の出先機関を除いて、ユーゴスラビア政府や、それを継承した、セルビア・モンテネグロ2003から2006年、セルビア2006年タイによる実効支配は及んでいない。しかし、セルビア側が撤退しアンミックの管理下に入った後も、コソボ解放軍の元構成員によって、ヒアルバニア人に対する殺害や拉致、人身売買が行われたり、 何者かによって爆発物が仕掛けられたりといった、迫害を受けており、人権が守られているとは言えない。加えて、多くのセルビア正教会の制度が破壊され、迫害を恐れた非アルバニア人がコスボを後にする、事例が多く発生している。1991年に行われた、コスボの独立宣言を国際的に承認した国は、同じアルバニア人が住む隣国。 アルバニアしか存在しなかった。このためコソボの独立は国際的に承認を得たものとは認識されず、あくまでもセルビアの自治州であるというのが国際的な建前になっていた。一方で1999年のコソボ紛争以降、コソボがセルビアの実行支配から完全に脱しているのも事実であった。したがってコソボは1999年以降、独立国ではないものの、 他の国の支配下にあるものでもないという非常に微妙な地位に留め置かれていた。現状で微妙な地位に置かれているコソボを将来的にどのような地位に置くかという議論がコソボの地位に関する問題であった。2007年の11月の選挙ではコソボのセルビアからの即時独立を主張するハシムサチ率いるコソボ民主党が第一党となり、翌2008年にはサチが首相に選出された。 主にアルバニア系住民に支持されたサチが率いるコソボ暫定政府は独立の方針を強く訴えた。地位問題において欧州連合 EU とアメリカ合衆国の支持を得たコソボは2008年2月のセルビア大統領選挙の確定以降における独立の方針を明確化し2008年2月17日 コソボ自治州議会はセルビアからの独立宣言を採択した。また同時に国旗が発表された。4月に議会で批准されたコソボ憲法は6月15日から正式に発行した。この独立宣言に対してセルビアでは大きな反発が起こり、6月17日未明から首都ベオグラードやノビサドで米国大使館や米系商店。 当時の EU 議長国であったスロベニア経商店への投石騒ぎが起きた。この他にも迫害を恐れてコソボを脱出したセルビア人住民が出ていると伝えられている。国家承認のプロセスについては翌6月18日にアメリカ政府が承認を公表しヨーロッパの国連安保理常任理事国であるイギリス、フランスも翌日に承認している。このか。 中央地域の主導権を握るドイツも2月20日に承認した。一方で EU 加盟国を個々に見た場合、国内に民族問題を抱えるスペインやキプロス、スロバキア、ルーマニア、ギリシャなど独立承認に慎重な姿勢を示している国もある。このため EU による機関承認は見送られている。同じスラブ人として歴史的にセルビアとつながりが深い上に米王と一戦を押す。 ロシアや少数民族の独立運動を多く抱える中華人民共和国も同様であった。その後、独立宣言が打ち出された当初には即座に承認しなかった国々においても承認が広まった。セルビアの周辺国では2008年3月にクロアチア、ハンガリーそしてブルガリアがコスボの独立承認した。 2008年10月には大アルバニア主義の利害国で国内に一定数のアルバニア人を抱えるモンテネグロとマケドニア共和国がコソボを承認した。人口の3割以上をセルビア人が占めるモンテネグロでは激しい反発が起こり、首都ポドホリツァでは大規模な抗議集会が行われた。その一方でセルビア政府はコソボの分離独立を永遠に認めないと明言しており、 2008年の国連総会では同国の要請を受けて国際司法裁判所に独立の是非の判断を求めた。ロシアもコスボの独立をセルビア政府の合意なしには承認しない意向で中国もこれに同調しており国連安全保障理事会で拒否権を持つ両国の反対により国際連合の安全保障理事会での承認は困難となっている。また、 インドやスペインなどの少数民族の独立運動の問題を抱えている国々も承認しない意向を表明している。大アルバニアの利害国としてはギリシャが承認を行っていない。日本は2008年3月18日、コソボを国家として承認。2009年2月25日、外交関係を開設した。2015年8月中旬現在、コソボは アメリカ合衆国、イギリス、ドイツ、フランス、日本など111カ国から承認を受けているが、セルビア、ロシア、中国、スペイン、キプロス、ギリシャ、ルーマニア、ボスニア・ヘルツェゴビナ、スロバキア、ジョージア、イスラエル、ブラジル、アルゼンチン、チリ、インド、インドネシア、南アフリカなどといった国連加盟国の半数近くに上る世界85カ国は、 承認を拒否している。そのため、将来的に国際社会から一致した承認を得られるかどうかは、未だ不透明な状況でる。2010年7月22日には、国際司法裁判所がコスボのセルビアからの独立宣言を、国際法違反には当たらないと判断した。国際司法裁判所の判断は、韓国的意見とされ、法的な拘束力はないものの、 承認するか否かを決めかねていた国際社会には大きな判断材料になると同時に民族自決を掲げる少数民族の分離独立に大きな影響を与えるとされる。独立を宣言して以降、コソボは上記のような承認国の拡大と国際機関への加盟を追求してきた。ハシムサチ大統領はセルビアとの関係正常化と欧州連合 EU や 北、大西洋条約機構、NATO へ加盟を希望すると表明している。前述のように、セルビアはコソボの独立を認めていないが、近年では、セルビア系住民が多数派を占めるコソボ北部とアルバニア系住民が多数派を占めるセルビア南を交換し、両国の関係正常化を目指すといった動きを見せており、全くの没交渉ではない。EU の仲介などにより、 コソボ北部のセルビア人保護などについて交渉や政府間合意を行っている。また、コソボとセルビアの間では貿易が行われている。コソボは全体で7つの軍、ラヨーニ、ラジョニ、オクルグ、オークルーグに分けられている。1999年にアンミックの保護下に入った後の2000年にアンミックによってセルビア統治時代の5軍から7軍へと再された。 それぞれの軍の下には、コスボで最小の行政区画である基礎自治体、コムーナ、コムナ、オプシティナが置かれ、全国で30の基礎自治体がある。通貨はユーロが使われているが、欧州中央銀行、ECB と正式な導入協定を結んではいない。2013年の GDP は70億ドルであり、経済的にはヨーロッパの更新地域である。 主要産業は農業で土地が肥沃な盆地部では大麦、小麦、トウモロコシ、タバコが生産される。鉱物資源が豊かでトレプチャの亜鉛鉱山はヨーロッパでも最大級の規模を誇る。その他にも石炭、銀、アンチモン、鉄、防気サイト、クロムなどが産出される。3から5%程度の経済成長が安定的に続いている。 しかし貧しいものも多く、ヨーロッパの最貧国の一つである。失業率は3割とヨーロッパ最悪の水準。特に若者では6割にも達しており、犯罪や国外移民、さらに中東へ渡ってのテロ組織、アイスセル参加などの問題を生んでいる。国連の調査では、2013年時点で GDP の16%が国外に住む国民演者からの送金である。 自分たちの稼ぎでは生活が成り立たないものも多く、全世帯の25%は、この国外からの送金に頼って生活している。インターネットは普及途上で、ホームページすら持たない企業も多い。国連アンポリ決議1244により、国際連合コソボ暫定行政ミッション、アンミックの暫定統治下にあり、出入国管理、国境警備も当初は、 アンミックが行っていた。アンミックの下に、コソボ住民による暫定自治書機構、プロビナネルインスティテューションス・オブセルフ・ガバメント、ピスグが2001年から置かれている。独立後は、国連コソボ暫定行政ミッションに代わって、EU を中心に組織される、文民行政団、国際文民事務所を派遣し、一定の行政的役割を担わせる意向を EU が示している。 ただし、アンポリ決議によって派遣されている国連コソボ、暫定行政ミッションを撤退、または大幅に縮小させるには、アンポリの決議を経る必要があるとの見解もあり、独立そのものに慎重な姿勢を示しているロシアの承認を得る必要がある。2008年2月、コソボは独立を宣言した。前述のように、コソボの独立を承認するか否かの対応は国により、 異なるが、アンミックの役割は大幅に縮小され、警察、関税、司法の分野における任務を、EU の FSP ミッション、ヨーロピアンユニオンルールオブローミッションインコソボ、ユレックスが引き継いだ。詳しくは、コソボ議会、一員制、定数120名、民族構成は、以下の通りである。オスマン帝国時代の統治により、コソボのアルバニア人の比率は高かった。 ボスニア・ヘルツェゴビナ紛争後にセルビアがコソボの分離運動を抑えるためにボスニア・ヘルツェゴビナ紛争で難民となったセルビア人をコソボに入植させた。これによって一時的にコソボうちのセルビア人の割合は高くなったが逆にアルバニア人の反感を招き本格的な紛争に発展した。コソボ紛争によりコソボうちのセルビア人は約2 0万人がコソボ外に 国内避難民として退去、紛争終了後も治安問題、就職困難などの理由で難民期間はほとんど進んでいない。現在、セルビア人はミトロビツシキタ川をはじめコスボの北部に多く住んでいる。他、中、南部にもセルビア人が住む居住地が飛び地上に点在している。コスボの独立を良しとしない、セルビア系住民は2008年6月28日に 独自議会の設立を宣言した。北部のセルビア人はコスボの統合に反対し、セルビアから行政サービスを受けていたが、2013年のコスボセルビア間の合意を受けて、同年に実施されたコスボの統一地方選挙に紛争後を初めて参加し。このコスボセルビア間合意により、ミトロビザなど北部のセルビア人居住地域でもセルビア共和国が管轄していた。 警察、司法権限がコソボ側へ移されている。EU 加盟を目指すセルビア政府の外交政策が影響しているとみられるが、コソボうちのセルビア人には見捨てられるとの懸念が強まっている。コソボの公用語はアルバニア語とセルビア語で法律は英語でも翻訳版が作られている。大多数を占めるアルバニア人はアルバニア語を使い、 日常生活ではアルバニア語の二大方言のうちの地続きのアルバニア北部で使われるゲーグ方言に分類される言葉を使う。アルバニア人住民の大半がイスラム教を信仰している。ローマカトリック信者も存在する。セルビア人住民はセルビア正教を信仰している。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。